くぞ。3、2、1、どうぞ。ご飯、オラが炊くの？そう、大丈夫、簡単だから。なんでいきなり？ほら、ご飯の炊き方くらい覚えといた方がいいと思って。ゆうべも炊飯器のスイッチを入れ忘れたから、オラにやらせるつもりだな。見抜かれてる。違うわよ、ママしんちゃんにはいろんなことができる子になってほしいの。それがなんでご飯？知ってる？今時の男子は料理ができるってのがポイント高いのよ。子供の時から特訓すれば他の男の子にグッと差がつけられる。料理の基本はまず美味しいご飯を炊くこと。そこから君のモテ期が始まるのだ。よし、俺頑張るぞ。よっしゃ、乗せたぜ。ここに数字が書いてあるでしょ。カップ2杯のお米なら2のとこまでお水を入れればいいの。どう？ちょうど2のところですね。はい、オッケー。で、蓋をして、で、忘れずにスイッチオン。オラが押したかったのに、母ちゃんずるい。ごめん。じゃあもう一回ね。はい、どうぞ。スイッチ、はい、よくできました。なんか盛り上がらない。今度はちゃんとオラがやるからね。母ちゃん、勝手にやっちゃダメだぞ。はいはい、頼りにしてるわ。明日からよろしくね。おつや、おつや、おかえりもみさきは北海道。母ちゃん買い物かな。まあ、不用心なんだから。待たせたね、俺の可愛いチョコビちゃん。そうだ、ご飯炊こうっと。1、2、3、あれ、いくつ入れるんだっけ。まあいいや、たくさん炊こうっと。3、4、5。では、お米ちゃんを洗います。うわぁ、大変。もう、勝手に出てっちゃダメでしょ。ちま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 、ミネラルウォーター。美味しいご飯は美味しい水で炊かないと。カップが5つだったから水は5のとこ。え、どれよ。おお、ぴったし。俺ってやっぱ天才。いくぞ、スイッチ。やった、よし、頑張るように。さて、ご飯が炊ければ次はおかずですな。これ全部しんちゃんが作ったの？すごい。はい、ご飯炊ければ梅干しでしょ。鮭みっけ。そうだ、これだけあればおにぎりがいっぱい作れる。おにぎりには海苔あった。わー、これは母ちゃんが大事にしてる高級焼き海苔。パリッとしてる、さすが高級海苔。できましたか。では、いい匂い。ご飯が光ってますな。うまい。オラってすごくない。どう、オラの炊いたご飯は。最高、さすが三つ星シェフ、素晴らしいわ。よせよ、ご飯くらいでさ。な、俺の実力はこれからだぜ、ベイベー。ほいっと。
おにぎりだけど握らない、握らなくても丸くなる。ちょうだい俺のマジック。なんてったって炊きたてのご飯は塩のおにぎりが一番よね。日本人でよかった。このおにぎり母ちゃんに食べさせたい。おにぎりといえば梅干し、酸っぱいところがグー。よし、え、待てよ。そうだ、いいこと考えた。しんちゃんスペシャル。ダブルおにぎり。この大きさ新記録だぞ。ノリノリ。あ、まだご飯が残ってる。記録は破られるためにある。なんか華やかさが足りない。 ありました、じゃじゃーん。母ちゃんが毎日のために隠しているカニ缶。今度は難しい。よっ、いやっとっと、いやっとっと。まあ、よしとしよう。できたぞ。すごい、しんちゃんが作ったの？やったな、しんのすけ。いや、こんなの簡単ですから。すごい。シロ、いいだろう。ただいま。ごめんね、遅くなって。え、な、何これ。母ちゃん、見て見て。食べ物をおもちゃにするなんて。おもちゃじゃないもん、おにぎりだもん。もう、高い海苔やカニ缶使っちゃってどうすんのよこれ。外の海苔を剥がせば中は綺麗だと思う。うまい、カニも入ってるし贅沢な雑炊だな。あ、なんだこれ。うう、父ちゃん、あったり。いけない、まだ入ってた。あ、うん、あ、うん、うん、うま、うん、うん、うっ、うっ、うー、うっ、